ロビー塚口三三劇場は、兵庫県山ヶ関市の塚口三三タウン一番館にある映画館。旧称は、塚口劇場、塚口東映。運営者が同じ映画館として、西脇市の西脇大劇、神戸市の西灘劇場があった。創業者は、西脇で建築関係の仕事をしていたところ、晩秋式で栄え多くの女校が住む西脇に娯楽が、 少ないことを憂慮した警察より映画館を建てられないかという要請があり、1946年に西脇大劇の建物を建てただけではなく、運営も始めるようになったという。映画館運営に夢中になった創業者は1951年に神戸市灘区の水道筋商店街に西灘劇場、翌年に西灘第二劇場を開業した。その後に、 阪急塚口駅前に建てたのが当館である。1953年12月に塚口劇場が開館。当時は第一劇場、第二劇場、第三劇場のサンスクリーンだった。その後第一劇場は塚口東映に解消し、東映作品の風切り感になっていた。阪急塚口駅前の再開発に伴い、1978年7月7日に、 塚口さんさんタウン内に塚口さんさん劇場として再開館した。塚口さんさん劇場は4スクリーンを有しており、1階にシアター4、地下2階にシアター1からシアター3の3つのスクリーンがある。いずれのスクリーンも 3D 作品の上映には対応していない。主に近隣の住民を顧客にした東映系映画や春休みのアニメ映画などの風切り感という性格は、 以後も変わっていない。2011年初夏から、ロードショーだけでなく、都心で上映が終わった映画の上映を行う、セカンド上映を始めたところ、次第に繁華街まで出ていけない、近隣住民の多様な映画の鑑賞機会を求めるニーズを掘り起こすようになり、本格的に2番館としての営業も行うことになった。この流れで、2011年11月に、 デンジンザ・ボーガーを上映したところ、兵庫県唯一の上映かつ、全国でも珍しい35ミリフィルム上映ということで全国から観客が集まる好評を得たため、2012年1月には、シアター1で本格的にミニシアター系の作品を上映し始め、大手配給会社作品の隙間に組み入れるようになった。二千十三年の恋するリンネオムシャンティオーム上映時には初めて、 マサラ上映を行い、クラッカー、紙吹雪、踊りなどで参加しながら映画を鑑賞するスタイルが人気を得た。2015年のマッドマックスイカリのデスロードでは、スクリーミングマット上映と題した発生可能上映を行ったが、同映画のファンの大音量上映を求める声から、ライブハウスの大型サブウーファースピーカーをレンタルして、重低音を強調して、迫力を増した上映を実施し、 2016年には、シアター4に、大型スピーカーを常設して、重低音ウーファー上映などの音響にこだわる、上映を増やしている。風切り館で見逃した佳作や、ミニシアター作品の上映、過去の映画のリバイバル上映、応援上映、マサラ上映、特別音響上映などにより、関西一円や遠隔地からも、観客を集めている。ありがとうございます。